カーソンシンクカーソンシンクは、ネバダ州にあるカーソン砂漠の北東部を占めるプラヤ。以前はカーソン川が注いでいた。現在はトラッキーカーソン管外区の排水路の水が注いでいる。排水路が注ぐ南東の橋は、セントラルベースンレンジーコリージョンの湿地帯となっており、大部分はファロン国立野生動物保護区及びスティルウォーター野生動物管理地域となっている。 この地域は、渡り鳥の重要な中継地となっている。カーソンシンクは、更新予に存在した、ラホンタン湖の水深の深かった部分である。カリフォルニアゴールドラッシュの時、フォーティマイル砂漠を通過してたら、最初に、飲料水が得られるカーソン川までの区間を含む、ラホンタン盆地の通過にカーソントレールが使われた。1984年、 カーソンシンクとフンボルトシンクとの間の自然の堤防が過去3年間の大降雪による週間高速道路80号トラブロックの街の浸水を防ぐためネバダ州交通局により壊された。その後1987年まで両者は繋がっていた。カーソンシンク、ありがとうございます。